オソルジャーの切ないです。 A ゼロです。今回は質問コーナーということで、ポケソルの質問僕に寄せられた質問に返していこうと思います。ポケモンに関するありとあらゆる質問、お題、お悩み相談に対して、約10年以上のポケモン対戦経験を持つ私たちが責任を持って全て答えていきます。ポケモン対戦をガチで頑張る皆様の手助けになればと思います。ということで今回の質問を読みます。はい。ポケソルの皆様こんにちは。いつも楽しく動画を拝見しております。最弱決定会議の中で最後の最後で最弱候補から抜ける妥協点としてガムシャラが使えるという点がたびたび挙げられていますが、ガチ構築の中で大真面目にガムシャラを採用した（括弧していたポケモンはいるのでしょうか。まとめよろしくお願いいたします。なるほど、まあ、ガムシャラっていう技の効果は相手のポケモンを自分の HP と同じ数値にするって効果だから、残り HP が低くなりやすい弱いポケモンは相手の強いポケモンにガムシャラ打てば、まあ、HP を削りやすくて、どんだけ弱いポケモンでも先制技を、まあ、効果ありで相手に当てればダメージ1は出るから、まあ、助けガムシャラ電光石火っていうコンボが強い理由だよね。ホラッターみたいなポケモンでも助けも出せるだけで勝てる、まあ、魔法の技だね。カウンターとかミラーコートとかと、まあ、ちょっと似てる部分はあるね。というわけで今回は対戦環境でガムシャラを使ったポケモン4戦やっていきます。まずはココドラ。ココドラが活躍していた世代は、まあ、5世代だ。技構成はガムシャラは確定で、さっき言ってたコラッタの電光石火みたいな先制技はココドラは覚えないから、まあ、代わりに砂嵐とか毒毒とかで定数ダメージを与えて相手を倒す。持ち物は複数パターンあるんだけど、まあ、一番華麗にガムシャラを使っているって言い方ができるのは貝殻の鈴かな。特性頑丈で気合の助けと同じ効果持ってるからコラッタみたいに助けは持たない。どんな風に戦うかというと、まずバンギラスやカバルドンで砂起こしで砂を撒いて、その後にレベル1ココダラを出して、あとは相手の攻撃を頑丈で耐えてガムシャラで相手の HP を1にして、砂嵐のダメージで相手を倒すんだけど、この相手の HP を満タンからガムシャラで1に削る時のダメージも与えたダメージにカウントされるから、貝殻の鈴でめっちゃ回復するんだよ。貝殻の鈴が与えたダメージの8分の1回復するっていう効果だから、相手の HP が89以上あれば貝殻の鈴で11以上回復するっていうコータラの頑丈が復活するんだよ。レベル50で HP が89未満のポケモンなんて、まあ、ほぼほぼいないだろうし、このループで大体のポケモンを倒せるっていう、まあ、有名戦術。対策しなかったのよ、本当に簡単に一瞬で3体されるから。ポケモンスマッシュかなんかでさ、山本隊員が使ってたよね。使ってたね。しかも増田さんとか森本さんの前でしょ。その当時はもうこのコンボ知ってたんだけど、めちゃくちゃ面白かった、ね、対策方法としては、まあ、連続技で頑丈を貫通するとか、まあ、定数ダメージでココダラの HP を削りすぎない、あられとか鬼火とかゴツメとか。貝殻の鈴を持ってるココダラの方だとこういう定数ダメージに弱いんだけど、定数ダメージを受けて頑丈が剥がれても次の相手の攻撃をこらえるで耐えて、ヒノミジュースを飲んで HP を回復して頑丈をまた復活させて、まあ、ガムシャラ打ちに行くっていう方も存在して、これは貝殻の鈴みたいに一生ガムシャラを打つっていう戦術はできないけど、確実に1体ガムシャラで相手のポケモンを削れるっていう方だ。あ、これも結構テンプレの方の一つではあるね。ガチ対戦で使ってるんだったら貝殻の鈴より木の実ジュースの方が多いような気がする。そうだね、どっちかっていうとそっちの方が多いかな。俺も貝殻の鈴は使ったことないけど木の実ジュースなら使ったことある。安定感は木の実ジュースの方がやっぱりあるから。コドラってあの回復技を持ってるポケモンで砂ダメージ食らわないポケモンに勝てないんだけど、あの例えばハッサムとか、うんうん、ハッサムをガムシャラで削って羽休めで回復してくるから、そこに玉バシャーも投げて飛び膝蹴り打てば後退のラティオスも飛び膝蹴り2発で落ちるからみたいな感じでラティハッサム倒してた。綺麗に展開してたわけね。動画残ってるんだけど、初めて出たオフ大会の決勝で当たってココダラに普通に負けたね。その時も確か木の実ジュースだったと思うんだけど、なかなか貝殻の鈴にそのままはめられるのはガチ対戦ではないかな、まあ、本当に対策ゼロだとね、一瞬で負けるのは間違いない。歴代でもガムシャラを一番使いこなしてるレベル1ポケモンと言っていいんじゃないかな。8世代以降はね、レベル1が対戦で使えなくなっちゃったから、こういう方がいなくなっちゃったのが、まあ、ちょっと悲しい、ね、次がマンム。使われていた世代は5世代と、まあ、たまに6世代。技構成が地震、つららばり、氷のつぶて、ガムシャラの。昔からポケモン対戦やってる人でマンムのこと知ってる人ならテンプレの方で、まあ、持ち物は気合のタスキ。動きとしてはマンム自身より速くて地震プラス氷のすべてで倒せないような相手、例えばキングドラに波乗りを受けてタスキが発動してガムシャラを当てて HB1 のキングドラに対して氷のすべてで倒しに行く。コラッタみたいな動きを、まあ、マンムでするってことだよね。あとは地震と氷のすべてとかで普通に相手を倒した後に出てきたマンムより遅いポケモンを削る。ただ5世代序盤のマンムはガムシャラ超テンプレの選択肢だったから、まあ、警戒はされてるから
どっちかっていうとウルガモスを地震で削ってつぶて圏内だから相手を引きたいなっていうのを公開読みでガムシャラぶっ放すみたいな。ガムシャラ通っちゃったら本当にどうしようもなくなっちゃうから、うん、まあ、通ったら強い、通らなくてもこの技の存在でマンム自体が強くなってるパターンもある。そうだね、自分はあんまり使ったことない。ガムシャラの警戒しかされないからガムシャラ入れてる意味があんまりないような気がして、サスキマンムーにあんまりガムシャラは入れてなかったかな。どっちかっていうとステロの方が自分も好きだったかな。第6世代では技構成のつららばりのところが独特になってるパターンが、これの方は5つ目だね。主に6世代最強のガルーラを、まあ、ある程度削るマンムーとして考えられた方だね。ガルーラの周りにいるガブリアスとかボルトロスに強いからわざわざ5つ目持ったマンムーが採用されてたってことか。ガルーラ、ガブリアス、ボルトロスに戦える、もうこれだけですごいこと言ってるからね。同じく一緒に入ってそうなフレセリアとか、まあ、スイ君にも何かしらの仕事したいから毒毒が入ってるってことね。ある程度の仕事役割を遂行してフレセリアとかに対してガムシャラ打てると、まあ、一気にアドバンテージが取れる。毒とガムシャラ両方打てればフレセリアほぼ機能停止だからね。先に紹介したタスキマンムーを警戒してクレセリアとかスイ君出してきたところを毒毒とかガムシャラで削れば運の裏のガルーラとかボーマンダが取りやすくなるよね。うん、その2匹はメガ進化のエースポケモンだからそれを通すために使われることもあったね。ガルーラマンムーとかボーマンダマンムーって並べたら、まあ、自然と対面構築になるからそういう構築に入ってることが多かった。耐久振ったからサイクル構築にもまあならなくもないみたいな強さもあったから、まあ、ガムシャラが確定で入っていたってわけではないけど、この方の選択肢の一つだね。6世代対戦でこれに当たったことある？ここまで当たった印象はないけど、それに起きると結構めんどくさいのは間違いない。レベル1ガムシャラといえばココドラだけど、レベル50のガムシャラといえばマンムーっていう人結構いそうだよ。そうだ、それがエルフーン。使われていた世代は特にないから、タスキエルフーンによく入ってる技ガムシャラ。うん、技構成は追い風とガムシャラほぼ確定で、持ち物は気合のタスキ。何をするかというと、タスキを縦に追い風して相手が炎技とかでタスキまでエルフーンを削ってきたら、もう追い風で速くなってる素早さを追い風して先制でガムシャラして相手を削りつつ追い風サポートで後続につなぐ。うん、その場合目の前のポケモンがほぼ HP1 になってるってことだから、相手を倒しながら能力を上げれる、まあ、グローパンチガルーラとかとどめバリメガスピア、ビーストブーストのフェローチェとか地震過剰ギャラドスとか、それを2体目に出して展開する。環境で暴れていたかって言われると、まあ正直、まあ、そんなでもないかなっていう。初手にエルフン出てきたら助けかな、ガムシャラかな、決まれば十分強い展開ではあるし、もうなんなら2体目にこういう能力上げるポケモンじゃなくて普通に海王が投げるみたいなのも8世代でもなくはないよね。全然対策方法は初手にエルフン出てきたら気をつける、ガムシャラ気をつけましょうっていう感じだね本当に。気をつけるね、エルフーンじゃなくて裏のポケモンみたいなとこあるし確かに追い風を察知したら相手の HP を削らずに追い風切れるまでちょっとちまちま削り続けて追い風切れるターンに倒すとか、挑発とかアンコールとかそれを妨害してくるタクもエルフーンにはあるけど、ある程度展開は考えましょうって感じよ。最後がペロリーム。使われていた世代はネバネバネットを覚えるようになったウルトラサンムーンからかな。技構成がネバネバネット、ガムシャラ、アクビ、あと1個はお好きにどうぞ。持ち物はレッドカードかタスキか。そうだね、どっちかだね。持ち物がなくなると素早くなる軽技って特性がペロリームにあるから、ネバネバネットを打ってレッドカードか極めたスキを消費してその後先制でガムシャラで削るっていう、まあ、やってることはエルフーンとほぼ同じ、まあ、追い風するかネバネバネットするかっていうところだ、まあ、エルフーンと違ってアクビも覚えるから HP に余裕がある時にアクビを選べば相手がアクビで寝かせたくないから交代してきて、そのループにはまった時にネバネバネットを相手に確実に入れたり、ネバネバネットを踏ませたい相手にアクビ打って踏ませる状態作って、かつ当てた相手にガムシャラ当てるみたいな展開もまあできるから、 S 操作プラス削りっていうのが狙いたいところにちゃんとさせるっていうのは嬉しいよね。どういうパーティーに入るかもエルフーンとほぼ一緒だね。 S 操作削り裏で抜いていく。対策方法としてはエルフーンよりはこの方である可能性が結構高いから、センス段階でネバネバネットとかペロリームのガムシャラを警戒しておく。8世代でペロリームが腹太鼓を覚えなくなって、本当にこの方しか超強い方がないから、まず警戒してるべきだ。というわけで対戦環境でガムシャラを使ったポケモン4戦やっていったんですけど、こいつら強いんだけど第8世代からダイマックスしてるポケモンに HP1 でガムシャラ打っても HP 半分しか削れないから強さ半減だよね。ダイ
マクソのポケモンの HP 半分削れてるならいいじゃないかっていう考え方もまあなくはないけど、まあ、どっちかっていうと状態異常だったり劣走さだったりっていうのを当てた方が強い場合もあるからね。剣盾からこのガムシャラうまく活かしてる人あんまりいないけど、まあ、ハマったら強い。教え技からもなくなっちゃったからね。ガムシャラ使えるポケモンの数も減ったよね。世代で一番数多いのだと誰が打つんだ。まあ今だとエルフーンじゃないか。タスキホワイトキルムガムシャラとか見たことあるけど、あーあるわ。さすがに強くないかなと思うけどね。氷統一でザシャに対してタスキキュレムでガムシャラしてゴツメラプラスに引いてるの見たことある。それ HP めちゃめちゃ削られとるやん。それキュレム切って他のポケモンのつぶてで倒す展開でいいんじゃないの。まあ、ダイマックスがなくなった第9世代からまた活躍するかも。面白い技だからいろんなポケモン覚えてくれたらなとも思うかな。まあいろんなマイナーポケモンも活躍するようになるでしょう。うん。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしていくので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。